ハルビン競馬場1932年ハルビン市街地図1938年図の中央下部に競馬場が見えるハルビン競馬場は1905年から1945年まで存在した中国東北部の競馬場ロシア人が建設しアメリカ人や日本人中国人などに経営が移った後満州国に経営は移り満州国立ハルビン競馬場となる日本人 ロシア人、中国人を中心に国際色豊かな競馬が行われた。ロシアが新国から鉄道の布設権を獲得して建設した東西鉄道が通っている都市ハルビンに1905年、ロシア人団体が一周一マイルの競馬場を設置した。当時は競争場が少なかったため経営困難に陥り、1909年ロシア国立港森境。 軍団付属の乗馬協議会がこれを引き継いだ。ロシア国立公森境軍団は1916年ハルビン、アイバクラブに権利を譲渡した。1909年ハルビン競馬場を視察した安田伊左衛門は、ハルビン競馬場は、建物は粗末だがコースは広く良い競馬場であると述べている。1917年ロシア革命が起こると競馬場の権利はアメリカ人が買収し、 また多数のロシア人が多数の馬と共にハルビンに亡命したのでハルビン競馬の競争馬は充実したという。しかし経営は相変わらず苦しく日本軍のシベリア出兵を機に1922年日本人団体がこれを買収した。1912年に成立した中華民国は1922年頃から利権回収運動を推し進め1928年ハルビン競馬場は 中国関係に差し押さえられる。交渉の結果、ハルビン競馬場は中国4、日本3、ロシア三の割合で出資する、ハルビン万国裁判会が経営する国際競馬場になる。ハルビンはロシア人が多く住んでいることもあり、レースもロシア人が好む、つなぎが競争が多く行われた。競馬は1931年では4月から7月、9月から10月までの、 毎日曜日に開催され1日に12から15レース行った。その中で駆け足競争は3レースだけで、残りはすべて、つなぎは競争である。また馬も大半は、トロットレースに向いた、オルロフトロッター系品種で駆け足に向いた、サラブレット系やアラブ系などの品種は少数であったという。満州国立となって、数年が経った1937年でも、 日本人機種が16人、満州人機種が7人なのに対して、ロシア人機種が23人とロシア人が半数を占め、つなぎが競争が半数を占めていた。1932年に成立した満州国は、ハルビン競馬場を接種して飛行場を作り、1933年移転先に、新しく作られたハルビン競馬場が、満州国立競馬場として開場した。 サラブレッドを排除した言葉券に制限をつけず、販売数、払い戻し額は無制限。満州国では未成年者にも無制限に馬券を発売した。さらに、宝くじ付け入場券を発売した。コースは1周2000メートル幅40メートル以上、最低でも1、30の傾斜走路を持つ言葉券の売り上げが増えるほど、国庫の付率が上がっていく。サラブレッドを排除したのは、 関東軍が軍馬の質、両とも向上させようと小柄でも強靭で耐久力と対抗性がある。満州産毛虎馬の改良と育成を目的としていたからである。サラブレッドは背が高くスピードは速いが軍馬には向かない。満州国の競馬場はほとんどが満州馬とアングロアラブ系の雑誌となっていった。満州国裁馬法令下になったが、 他の満州国の競馬場とは違い、ハルビン競馬場では1941年になっても、オルロフトロッター系品種馬によるつなぎが競争が続けられている。しかし、ソ連から種ボバを入手できなかったので、オルロフトロッター系品種馬は次第に減少している。満州国馬政局では、ハルビンのトロッター種馬の保護のために、アメリカからアメリカントロッター種の種ボバを輸入し、 つなぎが競争の賞金を手厚くするなどの手段を講じている。1942年満州国内の10カ所の競馬場は、満州国の外閣団体である満州馬事公会が経営することになり、ハルビン競馬場も満州馬事公会の経営になっている。太平洋戦争が始まって、日本内地の競馬規制、縮小されるが、ハルビンを含む満州の競馬は戦争中も規制されず、 日本が敗政になるまで発展を続けている。ありがとうございます。